今回のミスパー弁当がいいな。よし、あ、チャーハンだ、当たった。もう弁当でいきます。よいしょ。いくつ余るかですよ、問題は。スロバキの歴史にまた1ページ。さあ、ただいまから後半戦開始となりますけれども、はい、とりあえず前半の状況をお互いおさらいしておきましょうか。はい、タクさんではどんな感じですか。僕が売ってるものに関しては、うん、まあ、ちょっと朝一ちょっと正直もたついちゃったんですよ、うんうんうん、でも、まあ、持ち越しの可能性があるんですよ、前日からの。あ、なるほどね。前日のベル回数持ち越しの前兆の可能性もあるんで、うん、そこはまあしょうがないとして、うん、初当たり遅かったんですけど、うん、そこから一発で引き戻ししたんですよ。おお、まあ強いですね。はい、で合計3セットしかしてないですけど、うん、その中では今はベル引けてる方なんで、うん、なるほど、もう少し粘ろうかなというのと、あと状況的に僕がいない方の島、2島あるんですけど、はいはいはい、が強いのかなっていう朝の状況もあるんですけど、うん、多分今のところ半分ぐらい強いんですよ、全体バッチョ3が。そうですね、あの僕もちらっと見ましたけど、はい、あの反応いい台は確かにいいです。ありますもんね。もう朝から通常 BB 引いてる台2台、うん、で引き戻ししてる台2台は確認できてるんで、うんうん、ありゃ、じゃあ当たりは間違いなくあるだろうなという中で、たくさんのも下っぽくはない、今のところね、うん、今のところ下っぽくはないです。粘れるような挙動はとりあえずしてくれたんで、うんうん、まあ、このまま後半戦も番長同じ台打とうかなと。そうですね、まあ、はい、移動もなかなか、そうですね、現時点では、ね、可動高いんで、うん、難しそうな感じですもんね、はい、でもロゲンさんはどんな感じですか。はい、僕はですね、なんとなんと朝一、はい、北斗揃いからスタートしましたけれども、単発、単発の単発ですか。単発、 SP バトルも単発、あ、もうあるあるですね。投資演武も単発、はいね、でそれでちょっともう今日はやれない日かなと思っておりましたらば、うん、次がですね833アービシかな、はいはいはい、で当たりまして、ちなみに朝井ちゃんもリセットでした。ニゴロアービシで当たって、うん、でその次833で当たって、うん、青オーラでしたが、それが21連まで伸びて、おー、すごい、2500倍、抜群の挙動ですね。6じゃないですか。うん、SP バトルのあのムービー、はいはいはい、あれがまずラオウが出て、あ、北斗揃いの分ですか。そう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 。であとはやっぱ天波がね、勝負リップからまあ入る。へえ。でしっかり伝承いってんでしょうね、連チャンもついてきて、うん、だから天波がめちゃめちゃ絡んでくれてるんで、あ、通常ゲームをゲーム数がね、そうそう、そんなに回さないうちに当たってくれるっていうような感じですね。ああ、いいですね。だからまあ今のところ移動の理由はないので、このまま、うん、行こうかなと思ってますけども、でも、まあ、問題はその全体の状況ですよ。そう、テンポ攻略なんでね、あくまで、うん、どう思います。ね、まあまあまだお昼過ぎたばっかなんであれなんですけど、うん、1階のねメイン機種あたりは、うん、とりあえずやっぱ天聖番長をメインに強いですね、ちょっと強い感じかなと今日は。あと外線もね、そう、外線なんか出玉ついてるのは気になりますね、うん、結構さっきちょっと見たら、はい、ゴッドは少なくとも絡んでない、うん、でそれで結構当たり引いてる台があったんで、そうですね、まあ、全体的に、あと絆もまあ当然のことながら、うん、ありますね、まあまあ良さげなのがあったんで、うん、1回コーナーは新基準の中じゃ、まあ番長が一番かなと、うん、で旧基準においてはある程度こうバラバラ、うん、転生がまあ一番強いけども、うん、他のところもまあまあ入ってるのかなっていう、入ってそうですね、うん、まあ、全体的に強いとしか正直、うん、言いようがないですね。まあ1回はあと今日のね終わりぐらいにはまあ見れますね、うん、回数がしっかりついてくると思うんで、で地下がね、マイジャグですね今のところ。あ、マイジャグいい。マイジャグが100切ってる台が結構あるんですよ今。あ、じゃあもうズバ抜けてるんだ。はい、うん、そのまあ癖だったりとか、そうです、あ、まあ、当たりがどの辺に偏ってるかとか、はい、その辺をしっかり見れないと、うん、太郎に解明ですからね。な、太郎にですか、うん、コロボラ太郎。それは今更っすねまずちょっと高太郎とも被るからちょっと嫌やし、総一郎とも被る、小次郎ともかぶる、かぶるっすね、次郎くんともかぶる、かぶる、もういよいよ居場所というか、もうふわっとしふわっとしてたのにふわっとするね、もう一発いや、なんとかその番長するといえばたくさんというところを、そうですね、後半見せていただければと思います、はい、というわけで早速行ってみましょう、後半スタートです。この前兆でちゃんと当たってほしい。さあ、定めの時、あー、来た来た、熱い熱い。この赤文字はね、1回出るだけでまあ熱いから、2回出ればほぼ大丈夫。これは当たるんじゃないかな。
背景は通常パターン。カウンターならず。さあ3ゲーム目、うわーやばい、カウンター、いやだな、攻撃が弱いから復活頼む。よし、いややっぱこれは当たりですよ、さすがにこの台当たり、236アビシです。ゲーム数は118ゲーム、勝負あり、どんどん、よいしょよいしょ、へい、青オーラ、まあまあさっきね青オーラで頑張れましたから、気合い入れていきましょう。さあ玉4個です、1個でいけ、あー間髪は勘弁だぞ、やばい、ラスト、嫌なスタートになりましたね後半、単発172枚で終了です。これで単発21連単発、メリハリついてんな。さあ乗りをこう強攻撃ベルも出てるんで当たっててもおかしくないねけどな、ここでチャンス目、641ゲームから特訓、さっきあのベルで発展した対決の後の前兆です。さあこれで発展かな、658ゲーム、おい、661ゲーム、さあ初当たり3回目で、投資が1450枚、まあ後半始まったばっかなんでね、でね行く時間はある、ただちょっと正直この番長は粘りにくくなったかな。じゃあ対決発展のベルがちょっと弱すぎる、トックなし、はい単発96枚、135ゲーム発展、弁当がいいな、よし、おチャンス目当たったラッキーすぎる、これはチャンス目は 100% 当たりね、はい、ということで138ゲーム、ジャーニー初当たり4回目、投資が1500枚、ストックなし、はい、ということで2セット目、初当たりのレプストックですね、さあここも確定ストックはなし、はい
2セット173枚とりあえず引き戻しと今ちょうど負けた対決の後の前兆とペルの様子見て周り見に行くかな。特訓かな。あーこれはちょっとどっちかわからんな。さすがに引き戻しもしくは対決負け後の後の前兆。87ゲーム8点マーダラチェリーか。チャンスアップ。あーもらった。マダラチョリ実習でしょ。どんくらい 75% ぐらいやんのかな。さあ90ゲームとりあえずボーナス当選持ち込みになりました。これ完全に引き戻しとベルハッテンと被っちゃったんですけど、まあ、可能性としてはベルハッテンの後の前兆で当たった可能性の方が高いんでそういうことにしておきましょう。さあストックなし。はい単発枚数息継ぎで193枚。ベルダナでもヒットしてないか。まあさすがにねちょっとね終える状況じゃなくなったんで、まあ、対決ベル数が弱かったり、まあ、モード以降はちょっとなんともなんですけど、まあ、ジャクシェリーからの対決もなければって感じなんで、まあ、ちょうどほぼほぼモード A なんで今、まあ、ここでやめて他の台ちょっと見に行きたいと思います。あれお昼の時あんま見てなかったけどハッピーも悪くなそうな台多い。95分の1。こっちが合算で言ったらあれやけどレギュラー250分の1ぐらいで5台塊んとこが合算で110分の1、123分の1。ただノーボーナス90分の1、135分の1合算。ただレギュラー200分の1。ちょっと島が強いんで残り時間このハッピージャグラーで頑張ります。はい、で終わってきます。現在投資1500枚で150枚ぐらいかな持ち玉が。でノーボーナス266から。まあハマればね、ハマればというかね、ノーマルタイプなんでもしほんまにこれ高設定塊当たってれば、まあ、全然無理ではないよね。はい、打ち出して何ゲーム10ゲームぐらい。あはい、レギュラーボーナス持ち込みに当たっております。チェリー重複141ゲームレギュラー。さあ投資1550枚。ちょっとね今隣のハピーが開いたんで僕のねその今5台固まってるとこ、まあ、全部フラットやったら一緒っすけど開いたんですよね。2300でビッグ11レギュラー、あビッグ5のレギュラー11
レギュラー確率が210分の1でしょう。今打ってるやつ分かんないんで、どっちがいいかとかも分かんないですけど、まあ、全然ありやと思うんでね、ちょっとこっちに移動します。今の台やめて、さあここで決めよう。100ダメよ、100。おし、いったね。やったー、おー、ベルで、よいしょ、もう一丁。これいい点が引いてるな。これはラッキー、どっちにしろも当たるから。貯金貯金、安倍氏貯金。いやー、これは優秀ですね。もうベッドで行きます。よいしょ、いくつ余るかですよ。問題は1435、残りが375。アベシ、よしよし、まあ十分。ゲーム数は511です。十分ですね、早い。まあこんぐらい持っていかれた割にはゲーム数は浅いです。本日初のキーローラです。さあ2連続の単発はなんとか避けたい。よいしょ、おーし、1個でいける。うわー、勝負リブ、おーし、これはでかい。残り5個です。よいしょ、次で3個目。4、来た、よー、うわー、また、まあ、これやっぱ2はあるな。ああ、黄色舐めたらいかんよ、2はある。さあ残り7個です。おー、これで8個、まだいける。あ、9個になった。今ので2個増えましたね。ラスト、よいしょ、9連敗で終わり。まだな、阿部氏が残ってるんで、ここでまだ当たる可能性は十分ありますよ。青、ここで当たんなかったらちょっと、微妙になってくるな。とりあえず天国はなし、あとは見頃ですけど、順調に順調に溜まっていっとる。うー、ダメ、超えました。連続で見ごろ超え、正直てっぺんではなさそうですね。うん、まあそのまだいい要素も結構あるんで下ではないと思うんですけど、てっぺんでもなさそう。さすがにてっぺんはね、ここまでの挙動はしないですよ、なかなか。まあ変なとこ引いちゃえばもちろんありえなくはないですけど、むしろまあ現実的にあり得る確率ではあるんですが、ちょっと可能性としては低くなりますね。よし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 、さあ行こう。ゲーム数はまたもそこまでハマっておりません。今393ゲーム、1400にはちょっと届かないけども、当たれ、おい、よし、1300いくつだ、1320、ゲーム数が397ゲームですね。
49安倍氏、まあ、もしかしたらこれがもう今日最後のあたりになるかもしれません。これが終わって、まあ、2ゴロを回してやめかな。さあ来た AT レベル2以上です。緑オーラ頑張りどころですね。まあちょっと400、約400余ったんで500枚は頑張ろう。おお早速さすがさすが AT レベル2以上。残り8個4、まずい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 、4、5、6、7、ラスト、これが今日最後になるかもしれない。やれなかったですね。ここは割と勝負どころだったな。じゃあ2ゴロまで回して、とりあえずまあ時間も時間なんでボーナスタイプを見に行きましょう。まだねちょっとやめるには早い。じゃあ地下を見に行きましょうかね。311ゲームチェリー重複。よし本日初ビッグで今投資が何枚だ1700枚、膨らんでおります。じわじわと膨らんでおります。でもようやく投資はせずに済むかな。これでゲーム、はい、レギュラーボーナス持ち込んで当たってます。あ、当たった。ここまでずれへんのよね。118ゲームビッグボーナス持ちコインで当たってございます。はい、というわけでちょっとね、最後ジャグラーもなんていうんですか、中津飛ばずな感じだったんですけども、まあ、これで時間来ちゃったんで実戦は終わりにしたいと思います。で最後にね、あの天王寺野球だけしっかりお伝えできたらなと思いますので、ちょっと周り見に行ってきます。回収が334枚でした。ぼちぼち空き台はありますけど、まあやっぱり空いてるのはそういう台ですね。ここ行きますか。じゃあ600ゲームで化け3回のみというハッピー。
さあでは締めのハッピーです。残りまあ15分ぐらいなんで1回ビッグ引ければなってとこですね。まあ、確かにハッピーは全体的にまあ合算はいい台が多いですね。ドイ221ゲームチェリーチョーク、まあ、馬券ならそこそこ設定差が大きいところです。ああ早速出ましたねチェリーチョークの馬券。これはただビッグが引けてない台なのか。まあ一発じゃ分かんないですけどね。ただそれにしても今累計743ゲームですよ。そんな偏る、まあ偏るね。あジャグラーは偏るな。で僕は終わりです。よいしょ。はい、113ゲーム、これにて実戦終了でございます。まあプラスはプラスですけど大幅に減らしてしまいましたね。最終結果はエンディングで発表させていただきます。お疲れ様でした。はい、1647枚でした。ではでは、はい、最後の仕上げでございま す、ね、今日の店内状況を見て回りましょう、はい、おさらいです、うん、じゃあまず地下のジャグラーコーナーからね、うん、ジャグラー結構馬券先行台多いですけど、はい、突き抜けてるっていうのはなんか平均設定が高そうな多分そうです ね感じが見受けられますが、うん、まあしかもなんかパッと見た感じですけど結構どうか固めてとかそういうのじゃなくてまんべんなくそうっすね、だらけさせてる感じですね。まあ多分しごろがちょこ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 こうポツンポツンで入ってるっていうでですよ僕らが売ってるハッピーここ確かに合算で見たら結構強いっすね。だから怪しいでしょ、うん、だから島トータルでビッグバケを合わせて総回転数で割ったら、うん、多分平均セットが結構高いと思います。多分いいですよ。そうか、この辺のハッピーも別に悪くはないですよ。ジャグラーの中では今日はハッピーが一番そうですね、信じたらハッピーが一番強いです。さあ1回もうここは転生するやっぱ一番は誰もここパッと見た感じ違いますもんね。前代だと思いますよ。もしくは1、2なしとかこれが徐々に見えてきてると思いますけどね。出玉もついとる。まあ転生は間違いないですね。うん、あとは凱旋が思った以上に強い、ね、ノーゴッドっすもんね。もうあと1000枚で満杯じゃないですか。一撃満杯マジか。さあ絆、まあやっぱ絆も当たりはありますね。そうですね、うん、朝からずっと売ってる人もいるんで隠れず1、2台ずつぐらいじゃないですか。うん、はあると思います、うん、結果発表実戦終了。高いなテンションが。お疲れ様でした。無邪気やなお疲れ様でした。そんなテンション高くなるほどの実戦やったやってないんすよ、ね、全然映ってないかもしれないやってないですよね。まあどうにもこうにも。あじゃあもう先に結果言ってもらいましょうか。あじゃあ僕からいきますね、うん、結果ですね、まあ、バッジョ3と、うん、あと最後ハッピージャグラー1時間ちょっとぐらい2台打ちまして、うんうん、投資1800枚1800枚で開始が1000、開始が337枚なんで、うん、サマイがですね1500枚弱マイナス、うん、1400枚ちょっとぐらいのね。そうなんですよ。でもまあだからジャグラーはトントンぐらいです。最後のいや、はい、別にそれどうでもいいんですよ。別にジャグラーはトントンでしたみたいな。いやいいんですけど。いいんですよ。いやいいんですよ。そうなんですよ。あなたに求めたのは番長3の そのそうなんですよ。でもあれほら前半の時には何回しか当たってないけど、うん、とか言ってたじゃないですか、うん、結局あの後3回当てて後半、はい、はいはいはい。まあでも全然ですね、伸びず最高2連です。
あれ、あ、どう考えてもあっても4ぐらいな、自分の中での挙動やったんで、うん、4あればラッキーぐらいやったと思うんで、あれで全体的にその番長3の島が後半になって見えてきたじゃないですか、はい、そうですね。で、まあ、正直その転生とかに比べると島単位では決して強くなかったですもんね、うん、まあ、もちろん当たりはありましたけど、ありましたけどね、まあ、そういうのも加味して、はい、まあ、やめに至ったみたいな、そうですね、とこですかね。はい、なんでどうだったんですか、モノゲンさんは。僕はね、転生が、うん、あ、結局ね、後半戦なんと1400アベシ、1300アベシと食らいまして、つら大幅に出玉を減らしてしまったんですけれども、はい、ただまあそのアベシ数、うん、まあ、こんだけハマったけども、まあ、テンハでそこそこ稼げたんで、うん、ゲーム数的には大体400-500ハマりくらい。ああ、全然いいっすね。おで、まあ、最後ご存知の通りハッピージャグラー打って、はいはい、結果がですね、投資が150枚、うん、で回収が1647枚なんで、はい、プラスの1497枚。ああ、素晴らしい。だ、ほとんどちょうど僕の分け分ぐらいじゃないですか。ほとんどね、そんな感じになった。じゃあでも乗り打ちじゃないしね、そういう話一切してないし、別になんかよっしゃこれでチャラやみたいな、何も言ってへんやないですか、そんなそんなこと言ってない。星が取ったやつ、どう見ても今、顔が全然よっしゃーみたいな。全然。でもちょっと僕もね、だから最終的に、はい、うん、てっぺんはないっすね。あ、打ってないですか。さすがにその展開を考えると、はい、あって中間かな。うん、あ、だからやっぱそのいい要素もちゃんとあるから、うん、一番下ではないと思うんですけど、あとその転生、まあの島が ね、うん、見たら島が多分あれ、ね、前四頃かぐらいっすよね、うん、あの 1,2 なしとかそういう配分じゃないかなと思うんで、多分まあ中間かなと。まあでもある種ね、そのお店の傾向を踏んだ上で狙い通りと、うん、ある種 ね、 そうね、ある程度は、うん、まあ転生に行った時点で今日はそうですね、うん、半分勝ったようなもんだったかなと思います、うん、店舗攻略としては、ね、どうですか、その店舗攻略の部分でタクさんから見て。まあとりあえず抽選次第ですけど、早い番号取れれば転生行って、まあやっぱお店のね一番ね、多分一番って言っていいですよね、うん、この状況だったらぐらいじゃないですか、ね、毎日のように回数もついてるし、うん、だからまあ抽選よかったら転生行って、ダメだった時はダメだったら、まあ、番長3、うん、絆、うん、ぐらいを中心に、ね、まあ、ポイントでは入ってるんで、うんうん、そのあたりで様子見てって感じですかね、うん、まあ見た感じ、あのジャグラーシリーズも平均設定は高かったですけど、はい、朝1から行かなくてもそうですね、うん、いいかなという感じは、まあ、お昼過ぎぐらいまでは全然座れるんで、うん、しましたね、で、まあ、たくさんが座ってたようなあの良さげな履歴の台もちょこちょこ空いたりするんで、空いてるんでね、まあ1階からまず攻めて、はい、ダメだったらダメだったら A タイプで、うん、地下でねリカバリーという方法が、はい、まあ、一番硬いんじゃないかなと思いますので、はい、まあ、皆さんもこちらの店舗に遊びに来る機会があれば、はい、ぜひともね参考にしていただければと思います、はい、さあというわけで今回の新スロドキはこのような結果になりました。たくさんまたね、はい、お会いすることがあったら、はい、また来週になるかもしれませんけども、よろしくそうですね、その時は次、はい、よろしくお願いします、はい、というわけで今回はこの辺でお別れです。ありがとうございました。ありがとうございました。収録告知、次回の収録は6月7日、タクト政治が安田東池袋9号店を攻略します。安田ホームページでも番組情報やスケジュールを確認することができますので、ぜひご覧ください。うわすげえ、なんだ俺、試合中に何でスマホなんか見てんだ。別に見てもいいじゃねえかよ。てめえどうせエッチな動画でも見てたんだろ。もっと今見てんだよ。おぶるせばか、俺の稼いよ。やめろやめろ。ああ、これは今超便利だって噂のジャンバル .tv 新着アプリじゃねえか。人物タブを利用して好きなメンバーの情報だけを見ることができるんだってな。さらにスワイプ機能搭載によりページ移動が簡単スムーズなんだって。それにプッシュ通知機能でジャンバリからの大切な情報をお知らせしてくれるって話じゃねえか。俺のスマホにもこのアプリを入れやがれ。分かったから話してくれ。